イルミネーションについての解説をいたします。こちらは 146mm、 絞りは11という撮影データです。シャッタースピードは4秒というシャッタースピードになっております。146mm でこのぐらいのアップですから比較的近い被写体ですね。近い被写体を選んで絞りを11ですので、割とバックもボケて手前もボケてきているということですね。でこのような画像の時にさらにぼかしをうまく効かせる方法があります。それはですね、こちらの画像を見てください。これは完全にボケた状態、すなわち、距離でいうと最短距離に合わせた状態ですね。最短距離にピントを合わせるとこのようなボケ方になります。当然イルミネーションのような夜の撮影の場合にはマニュアルでピントを合わせるということが基本になります。この撮影はまずこちらにピントを合わせておいて録音中にですね、4秒間という録音時間ですから4秒間の時間の中の3秒ぐらいはそのままの状態で残りの1秒でピントこちらの近接のですねこういうぼかしているこの画像の方にフォーカスリングを回転させてこのように画像を作っていくということです。出来上がった画像とするとどういうふうになるかというとこのような絵柄になります。ソフトフィルターがかかったようなにじみが出るような画像になります。先ほどの写真と比べてみてください。こちらが先ほどのぼかしていない画像ですね。これにぼかしを加えるとこのような写真を撮ることができます。続いてズーミングを使って画面にメリハリを出すという撮り方を説明します。これがその作例になります。一見多重録音のように見えるんですがこちらは1回の撮影でですね、表現をしております。多重録音の機能のついているデジカメを使っている方もしくはフィルムの方でもいいんですが、多重録音ですと2枚の画像が出来上がります。このズーミングの場合の違いはですねこちらを見ていただくと分かるんですがこの放射状に光の筋ができるんですね。ですのでこちらの方が動きが連続している感じがする。それと、動きを表現するという意味ではこちらの方が効果的な場合もあります。まずその撮り方を説明したいと思います。こちらの写真は絞りが16でシャッタースピードが6秒です。この6秒のうちですね3秒間をこちらのアップの画像で撮ります。そして残りの3秒間からスッと一気にですねズームをして広角側にします。こちら側が広角側の方です。先ほどのアップの画像とこちらの広角の画像こちらを合わせて1枚の絵にするわけですね。完成すると先ほどお見せしたこの写真になります。これは言葉で言うと非常に簡単なんですが実際に撮影するとなると結構タイミングが難しかったりしますので、たくさん撮った中でですねデジタルをお使いの方は最終的な画像が見れますからその画像を見てですね何回もチャレンジしていただく、フィルムの方はですね感覚に頼ってやっていきますので、最終的に出来上がってみてからでないと分かりませんが、デジタルカメラを持っている方は一度デジタルカメラで練習してからフィルムで撮るとか、そういったこともやってみてもいいかもしれませんね。続いて少し高度になりますが多重録音を使った表現もしくはレイヤー画像を作って表現するという方法を説明したいと思います。まずは通常のイルミネーションで撮影をします。そうしますとこのように空が非常に黒く空いているという場合が多いですよね。ここにですね光のですねアップの画像を加えていきます。
一つ一つをちょっと見ていきましょう。まずはこの背景になる画像です。いわゆるメインの画像ですね。それとこちらの光をアップで撮ってぼかして撮った画像ですね。光のアップをぼかした画像、この光のぼけた画像をの大きさの大小を作るということですね。これによって、非常にこう浮遊感がより出ます。例えばこれに1枚の画像を加えただけ、いわゆるメインの画像にこの光だけを加えた画像を見てみましょう。このような感じになります。まあこれでもなかなかこう柔らかい感じが出るんですが、そこにもう一つ小さい光のぼけた画像を入れるとこういうふうになりますね。すると非常にこう浮遊感が出てきて、なかなかファンタジーな表現になると思います。そしてこれのもう一歩進んだ方法をこれから説明します。こちらは先に挙げたズーミングの手法を使って撮影をした絵です。イルミネーションをズーミングをして、このように光の筋、光の線を出しています。そこに前回と同様の光をぼかしたものを入れます。でこちらはただ単に光をぼかしたのではなくて、フォグフィルターといいまして、光がにじむフィルターを使っているんですね。光のにじむフィルターで光をぼかして撮ってますから、光をぼかした上にそのにじみの効果も出てきているということになります。そこに先ほどと同じように小さめの光のぼけた画像を加えてみます。このような形になりますね。そうすると、まあ、まるで雪が降ってるような印象の表現ができます。イルミネーションをただ単に撮るということよりも、こういった作品をイメージして撮影するのもなかなか楽しいと思いますので、ぜひいろいろな工夫をしてみて作品を撮ってみたらいかがでしょうか。Thank you.